はい、よろしくお願いします。今回は数三の小の微分法についてお送りします。で、問題は4もありますので、まず一回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回が積の微分法をやりましたと。で、今回は小なんで、まあこういうね、分数の形で出てくるんですけど、これも前回の積同様を、もうやる順番を覚えちゃってください。行きましょう。微分したものね。で、これはですね、まあ同じく分数になるんですけど、まず分母、下をそのまんま2乗してください。x2 乗プラス1の2乗、こうです。展開しなくて大丈夫です、別に。で、こっからが大事で、分子、上に乗るものは、この元々の上から、上を微分して下そのまんまです。いいね、上微分して下そのまんま。だから、上微分すると、2かける下そのまんまです。で、引くことのな、ここは引くなんだわ。積は足すだったんで、別にどっちでもよかったんですけど、ここは引くなんでね、まず上微分して下そのまんま。引く、その逆です。だから、下微分すると 2x。で、上もともと 2x なんで、こうなります。で、あとは、分子をまとめてもらって、下はまあそのままね、書いておきましょう。で、上が、まとめると、マイナス 2x2 乗、プラス2か。で、OK と。こういう形になります。まあ、下のこの分母展開しろとは、まあ言われないと思うんですけど、もし学校でね、そういう風に言われたら、そっちで合わせてください。なので、まあ、その順番だけ意識していきます。2番。まずは、下ですね。分母をそのまんま2乗します。こうですね。で、まずは上から。上を微分して下そのまんま。上を微分すると 2x。で、下がそのまんま。こう。で、引くことの下今度微分ですね。で、下微分すると、マイナス 2x。なので、まあ、マイナスマイナスなんでね、まあ、プラスに変えちゃいましょう。で、上がそのまま来ます。こうですね。で、あとは、分子をまとめてもらって、こう。x3 乗は消えそうですね。なんで残るのが 4x で、これで、終了と。こんな感じでなります。で、下二つなんですが、今やったやり方、まあ、攻め方で同じように解けます。解くことができるんですけど、こう、分母がね、x2 乗プラス1みたいな、項が2個ではなくって、x2 乗だけとか、ルート x だけみたいな、項が1個の時は、そのまんま行かないで、ちょっと別のやり方をした方が楽だったりします。さっき言ったように、そのままやっても構わないんですよ。下をね、2乗してから、上微分して、下そのまんま。引くことの下微分して上そのまんまで。全然できるんですけど、ちょっと違いやり方でいきます。で、どうやるかっていうと、これ、分数って、例えば、x 分の 2x2 乗マイナス3ってあった時、これって、こう分けれますよね。だから、x 分の 2x2 乗なんで、約分して、2x マイナス x 分の3って書き換えることができるじゃないですか。で、それと全く同じことをして、x2 乗を、x2 乗分のを全部分けると。つまり、x2 乗分の x3 乗で、x プラス x2 乗分の x2 乗で1、マイナス x2 乗分のマイナス 5x で、x 分のマイナス5ってなるんですけど、ちょっと意図的に、x 分のって x のマイナス1乗なんで、こう書いちゃいます。自分はね。で、次も x2 乗分のプラス2は、プラス2、x のマイナス2乗。x2 乗分のってマイナス2乗なんでね。で、書き換えてしまって、これを微分するんです。で、こうしちゃえば、分数じゃなくなってるんで、一つ一つの項を微分するだけで OK だと。だから、y'x 微分すれば1でしょ。プラス1は定数項なんで微分すると消えてしまうと。で、こっからは、マイナス1が前に出てくる。で、マイナス5とくっつくと、プラス5。で、次数が1下がるんで、マイナス2乗に変わります。こいつね。で、次は、マイナス2が出てくると、元々いるプラス2とくっついて、マイナス4。
次数が1個下がるんで、マイナス3乗とこうなります。で、あとは、これマイナス何乗は多分放置すると良くないので、ちゃんと書き換えてあげて、1、プラス、x2 乗分の5、マイナス、x3 乗分の4と。これで終了となります。まあ、もしかしたら x3 乗分ので通分しろなんて言われるかもしんないんですけど、まあ、完全に独断と偏見なんですけどね。自分はこれでいいと思っちゃうんで、このまま行かせてもらいます。なので、しつこいんですが、さっきと同じような技でやってもここにたどり着きます。うん。いけるんですけど、まあ、下がね、こういう風に、甲が1個の時はこういう風にやることができますので、もしよかったら使ってみてください。で、次はですね、まあ、この技を使ってもいいし、上と同じような、まあ、小の微分法ですね。で、どっちが楽かっていうと結構微妙です。3番はこちら絶対楽なんですけど、そう。まあ、なので、一応ですね、こっちでいきます。こっちのやり方。せっかくなんでね。で、どうやるかっていうと、ルート x っていうのは、x の2分の1乗ですよね。ルート x。なので、一個一個やっていくと、x の2分の1乗分の x2 乗っていうのは、2乗って2分の4乗なんで、2分の4から2分の1を引くから、x は2分の3乗です。こいつ分のこいつね。で、x-4x は、マイナス4はそのままにしてもらって、x の1乗は2分の2でしょ。2分の2引く2分の1なんで、約分すると2分の1乗です。引き算だからね、約分はね。で、ここは、プラス3。で、これを、まあ元々分母にいたんでね。そのままマイナス2分の1乗として、自分はこう置き換えてやりました。自分はね、まあ、両方一応解いたんですけど。で、あとは一個一個微分していきます。ちょっとめんどくさいですけどね。まず肩についてる数字、前に出しましょう。そうすると2分の3。で、次数が1下がるんで、2分の1乗に変わります。次です。2分の1が前に出てくるんで、約分するとマイナス2。で、1下がるから、マイナス2分の1になります。2分の1引く1でね。で、ここも肩の数字がまず出てくるんで、マイナス2分の3。で、x で次数が1個下がるから、こうなる。マイナス2分の3乗ですね。で、これをちょっと直していきます、これを。で、直していくと、2分の1乗っていうのはルート x です。だから、2分の3、あ、もうやばい。ルート x。こうなる。で、マイナス2分の1乗っていうのは、x の2分の1乗分の1。こうね。これと一緒なんで、下にルート x が来る。つまり、マイナスルート x 分の2とこうなります。で、次、最後が x のマイナス2分の3乗。これも、x の2分の3乗分の1です。マイナス乗はね。で、2分の3乗っていうのは、まあ、書き直すと無理やり書くとね、こういうわけですよ。2乗、まあ、外に2があって、中に3乗が残ってると。まあ、これは書かなくて消しちゃいますけど。だから、x の3乗が入ってる。で、3乗なんで、2乗分は外に出てきて、まあ、x ルート x になります。x ルート x ね。つまり、マイナス、2x ルート x 分の3と、こうなります。でなんですけど、まあ、このまんまでもいいんじゃねえかなと思うんですが、一応この問題はね、テキストにあった問題使わせてもらってて、で、答えは通分してたんですよ。そう。なんで、これはちょっと通分していきます。ビビってね。で、どう通分するかっていうと、まあ、ここですね。2x 分、お前、2x ルート x に合わせておいて、右側入って、ねえな。ちょっと待ってね。この辺までか。そうだね。よいしょ。で、まず、一番最後はいいんですけど、ここですね。で、これは、まあ、下は2あるんで、上と分母と分子に x ルート x をかけますと。で、ルート x がもともと上にあるから、x ルート x に、ルート x かけると、まあ、ルート x かけるルート x で x になるから、x2 乗なんですよね、これね。
だからもともと3がいるんで、3x2 乗になります。最初がね。で、ここは分母は 2x が足りないので、まあ上と下に両方 2x をかけると考えれば、2x をマイナス2とかけて、マイナス 4x。で、ここに関してはね、もともと分母同じなんで、マイナス3をつけてあげれば、これでまあ通分が完了して、答えという感じになります。まあ、この辺のね、通分に関しては結構微妙なんですけど、だから、一応隙間あるから書いてみるか。こっちも通分すると、まあ、x、下3乗に合わせますよね。合わせたいんで、まあ、ここ、3乗分の3乗にして、x3 乗が来ますと。で、ここは x がね、1個両方足らないんで、上にも x かけてあげると、プラス 5x になる。ここはもともと x3 乗になってるんで、マイナス4をかけてあげれば、こういう感じに、通分するとね、まあ、なりますので、もしかしたら、こっちなきゃダメだよって言われるかもしれないんですけど、ひとまずは、今回、小の微分法なので、そのやり方を、まあ、下はね、ちょっと使ってないんですけど、まあ、こういう風にやることができますので、特に順番ですね。この分子の部分の。上を微分してから下そのまんま。引くね。引く、下微分して上そのまんまという順番でやりますので、ぜひね、これを使って問題解いてみてください。では、今回はね、小の微分法やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。